こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリア、アマゾン輸出を始めましょう。年金じゃ暮らせません。日本人が安心して長生きするためには、自分で稼ぐ力をつける必要があります。長生きなんかするんじゃなかった。ね、今、老後破産が問題になっています。まあ、年金、年金もらえるなんて誰が言ったと。ねえー 以前ね、年金もらえないなんて誰が言ったというコマーシャルがあってね、なんとそのコマーシャル作った人たちも出演してた人も、ね、みんな年金払ってなかったというギャグみたいな話がありましたけど、まあ実際、まあ、そういうもんですね、えー、支給する人、年金は安心ですと言ってる人たちが自分たちは、まあ、年金なんて、えー、どうせ役に立たないと、どうでもいいと思ってると。これがいつ、生涯現役と今言い出してますんでね。 まあいつ年金もらえるなんて誰が言ったというふうになっても全く不思議はないというか自然な流れだとそうなりそうだというところですまあそんなまあ将来いろいろと不安材料がある日本なんですけどただね輸出ビジネスに目を向ければ日本には儲かる商品はいくらでもあるえ日本だけで稼いで日本で老後を迎えると いいうこととを考えると不安材料しかないんですけど、まあ、日本は仕入れの場所だと日本に住んでいるから日本に住んで仕入れた商品を、ね、海外に売るということになると、まあ、日本は非常にいい国だということになります今アマゾンがオーストラリアで商品の販売を開始してます今年アマゾンのオーストラリアン FBS をこうメルボルンにあるんですけど行ってきました しかし、オーストラリアのアマゾンはまだ最大消費地のシドニーに倉庫がありません。これは間もなく稼働予定ですけど、まだまだ本格稼働という感じではないと。そのオーストラリアですけど、人口は少ないです。3000万人弱。しかし、購買力は旺盛です。シドニーで暮らしていた私は、オーストラリア人の豊かさ、あるいは金遣いの荒さがわかります。 しかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。これは去年のボクシングデーのね、えー、予想なんですけど、まあ、成長を予想してると、ね。なんとボクシングデーのバーゲン、売上が1日で2000億円と。2000億円って、えー、日本だと一番大きなね、デパートの三越伊勢丹、そこが、えー、月間売上1000億円ですから、なんと、 オーストラリアのボクシングデーのバーゲンは1日で三越セタンその2ヶ月分の売り上げを上げると、まあ、ものすごい消費力です。でなんでそんなに、ね、売れるんだということなんですけどオーストラリアはもう普通の人でもねこのクルーザーを持ったりヨットを持ったりあるいはボートを持ったりして、まあ、海遊びをしていると。日本だとねこのクルーザーだヨットだ持ってる人たちっていうのは まあお金持ち、ね、かなり稼ぎのいい人たちですけど、オーストラリアだとね、普通に年、ね、収1000万前後の、えー、人たちが、まあ、この船を持って遊ぶというね、貯金しないのかいという感じなんですけど、まあ、基本的にね、貯金をするっていうのはかなり少数派です。何しろね、えー、中古のカローラで、クルーザーを引いてるというのをね、えー、たまに見かけます。そんな絵は日本じゃまず見れない光景だと思います。 また、プール。すごい豪邸じゃなくても、まあ、日本の大きさから言ったらすごい豪邸かもしれないですけど、オーストラリアの標準的なね、大きさの家で、まあ、それね、うん、いつ入るのかなってぐらい、まあ、まあ、暑くはないんですけど、首都2ーはね。でも、結構な割合でプール付きの家があると。こう、プール。ね。かなりの家がプール持ってる。 まあ、超つかない高級住宅地にもプール付きの家が普通にある。まあ、日本だったらね、プール付きの家なんていうのは相当お金をね、稼いで使うのも好きな人じゃないと作りませんけど、まあ、オーストラリアと、まあ家には、家にはやっぱりプールでしょうみたいな感じでね、プール作ってる人が結構います。まあ、何しろ、ね、過去26年間、景気交代したことがないオーストラリア、 これね、過去27年間不景気しか知らない日本とは消費マインドが違いますで。オーストラリアで高く売れた日本製品。これなんかすごいですよね。日本だと1600円で売ってるオートバイのあプラモデルのパーツが110ドルで売れてると。こういう差額の商品をもっと安く売ってるところあるんじゃないかなとか探さずに買ってしまうというのがオーストラリアの人たちの消費行動です。 オーストラリアで販売するなら、日本の価格の5倍以上の値段で売れる商品がいくらでもあります。そんな魅力的なオーストラリアアマゾンなんですけど、今すぐ始めた方がいいです。まあ、今すぐにオーストラリアアマゾンを始める理由は3つ。まず、アマゾンは実績主義。新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほどいいです。 取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は新規出品者はなかなか売れません。また取引実績がある出品者は出品可能と。まあ、しかし新規出品者は販売許可が必要という商品も出てきています。2番目。初めの頃は間違えた商品を扱っても多めに見てもらえます。まあ、今アメリカだとね、ちょっとまずい商品なんか売ったらすぐにアカウントサスペンド、あるいは削除です。 ところがオーストラリアの場合はね、えーまあ、こういう、えー、商品はダメですと。あるいはね、そういう売り方はいけませんという注意が来てね、まあ、直せば普通に、えー、そのまま販売できると。もう全然同じアマゾンとは思えないぐらい、えー、緩やかです。そして3番目に、まあ、先ほどのね、1日に2000億円売り上げるボクシングデー、そのバーゲン、それまでね、あと約3ヶ月。今から始めれば1年で一番の稼ぎのチャンスを物のいできます。 オーストラリアアマゾンはまだ始まったばかり。アマゾンの売りであるプライムサービスも6月19日に開始されたばかりです。オーストラリア最大の都市シドニー物流センターもまだ稼働してません。まもなく稼働開始する予定です。購入者にアピールするシステムも日本やアメリカと比べるとかなり貧弱です。今からオーストラリアアアマゾン輸出を開始して商品探しをしている間にどんどん売りやすくなってきます。 アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてオーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。まあ、どんな商品がね、えー、高く売れてるか、先ほどの例以外にも、えー、他の商品も載せてます。また、えー、サポートを受けて稼ぐことをお勧めしてますが、そのサポート内容なんかもご紹介してます。まずは、 こちらをクリックして、オーストラーアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。